はい、皆さんどうもこんにちは。よろしくでーす。はい、日々本日朝10時半。今日はですね、福井県の駅前の中央町、中央に来ています。はい。はい、何があるかと言いますと、福井の知り合いのうち起業家交流会、私参加してまいります。ちょっとかっちり目で。はい。はい。はい。伊良くんは金魚の、はい、アシスタントをさせていただきますので、はい、はい、じゃ早速行ってみましょうか。レッツゴー。おお、実用目プッシュ。めっちゃおしゃれ。福井じゃないみたい。おはようございます。こんにちは。早速撮っておりますけど大丈夫ですか？大丈夫ですか？すごい全然リラックスしていただいた感じでいいんです。はい、はい、こんな感じなんですね。そうなんですね紹介遅れましたが、はい、配信者さんです。いつもお世話になっております。かわいい、あの犬の YouTube もされてます。今日犬来ないんですよ。残念残念。すいませんよろしくお願いします。この依頼したいとか、ただ綺麗な映像を映すっていう機材があれば誰でもできる。フリーステーパーの仕事をさせていただいております。正規業家さんが実は一番多くて、それではさようなら。ありがとうございます。はい、ズドンズドン、超地元、はい、福田市駅の松原ですね。はい、帰ってきました。はい、交流会が終わって、さっきまで、こっち帰ってきて友達と会ってました。会ってました。昔高校の同級生とちょっとお話をして、プチサプライズもありましたね。プチじゃないけど、もはやよかった。いや、いい話がありました。よかったよかった。心があったかく応援してます。はい、はい、で、今からちょっと実家で今日はご飯とお風呂と、そしてちょっと今日もチートデイですね。そう車中泊ではないけれども、はいはいはい、で準備をして、明日が長野での撮影なので、また夜のうちに移動をしたいと思います。はい、はい、じゃあ実家ご飯行きましょう。ドロン。はい、今日の宿に到着しました。着きました。見てください、この素晴らしい広い宿を。ただいまの時刻は12時半。はい、はい、明日の撮影地の長野県に向けて、今晩はですね、岐阜の多治見市の固形山パーキングで泊まります。泊まります、はい、暗くてちょっと何も見えませんが、うん、はい、旅の疲れが早速そろそろ出てきてたんですけれども、今日はね、あの美味しいご飯も食べ、懐かしい友達にも会い、実家のお風呂とご飯といただいて、ちょっとリフレッシュできたかな。うん、よくも運転お疲れ様です。疲れ、緩やかな一日でした。そうですね、はい、明日からまた気を引き締めていきたいと思います。はい、で4日目終了。明日はですね、長野県は飯田市で、パーソナルトレーニングをされている、うん、龍町の亮さんに会いに行きたいと思います。それでは明日もお楽しみに。バイ。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。